はもかです。こんにちは。今日はですね、働く車のカードシアターを作っていきたいと思います。イラストも無料でダウンロードすることができるので、最後まで見てみてください。それではもかちゃんタイムスタート。ということで見ていただいてありがとうございました。ここからは働く車のイラストを描いてる様子をお届けしたいと思います。このね、今線画を塗っているところなんですけども、線を描いているところが動画が撮れてなくって、気づかずにずっと集中してやっていたのでないですデータが、すいません。なので色を塗ってるところしかないんですけども、まあ色塗ってるところをね見るの好きな人はぜひこのままちょっと見てみてください。でね、あの概要欄に目次も書いてあるので、この色塗ってるところとかはいらないよっていう方はぜひ飛ばして、あのイラストのねダウンロード方法の説明とか使い方とか、カードシアターにするやり方とかも説明しているので、ぜひそちらを見てみてください。はい、ということで今回多分絵を描くのが一番時間がかかったんじゃないかな。普段ね、お花とか蝶々とか動物とかは描いたりするんですけども、車のイラストってね、なんかなかなか描かなかったので、結構苦戦して長時間イラストを描いていました。
そう、なんでね、働く車のイラストを描こうかって思ったかというと、インスタで何のイラスト欲しいですかとか、どんなシアターやって欲しいですかってアンケートを取った時に、働く車が一番多かったんですね。なので、働く車を今回はやらせていただきました。確かに、自分でイラスト描くのとかを考えたら、かなりしんどいかもしれないって思っちゃいました。保育園の先生、幼稚園の先生、時間がない中ね、こう、イラストを頑張って描くのはなかなか難しいかなと思ったので、私が時間をかけて描いたのでダウンロードしてもらえたら嬉しいなと思います。もちろんね、保育士さんだけじゃなくって実習生さんやママやパパや兄弟に小さい子がいる方たちもダウンロードして使ってみてください。子供とお話しするのが苦手な人もね、これをきっかけに自動車が出てくる絵本だったりおままごとをしたり導入にも使えると思うので、ぜひ試してみてください。はい、ということでね、そろそろイラスト完成すると思います。はい、ということでこんな感じで印刷することができました。でね、私はこれを使って一気に切っちゃいたいと思います。これはね、ダイソーで500円ぐらいで売ってました。はい、こんな感じでね、全部切ることができたので、これをそのまんまスケッチブックとかに貼ってめくってシアターとして使ってもいいんですけども、これね、切ってラミネートしてカードリングに通してバラバラにしても遊べるようにしたいと思います。それではひたすら切っていきましょう。切ったものを均等に並べてラミネートしていきます。おー、いいね。はい、このようにね、全部切って角の部分は痛くないように丸く切りました。で、これをこちらの穴あけパンチで穴を開けていきます。はい、こんな感じでね、穴が全部開けられたので、こちらのカードリング、これはどこで買ったんだっけ、多分100均にも売ってると思います。このカードリングに全部通していきます。よし、はい、これで完成です。バラバラにしてね、一つずつ車を当てるゲームとかにも使えるし、働く車のお歌を歌うときに子供たちと分かりやすくね、車を見ながら楽しめると思うので、ぜひ作ってみてください。はい、ということでこちらのイラストのダウンロード方法は、私の公式 LINE を友達追加をポチッと押してタイムラインに投稿しておくので探してみてください。そこから画像を保存して自分家にあるコピー機だったりコンビニのコピー機とかでコピーすることができるので、してみてください。こちらの働く車のカードシアター可愛いなって思ってくださった方は、高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。それと見ている方の8割がチャンネル登録してないまま見てるので、よかったらチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。